こりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。いくちゃんです。えいちゃんです。僕たちの遊び場、橋本翔平くんが来てくれてるので、いつものあれやりたいと思います、はい、2.5 次元あるある、はい、翔平ってね、ずっとやってはるから、まあ、やっぱりいろいろあるんじゃないですか。主演もそうですもんね。でもね、やっぱその見させてもらったんですけど、あ、言われた言われた、まあね、そうなるね。でもやっぱり翔平ってやっぱ人と同じところに目つけてないから、確かに相当鋭利な角度の 2.5 次元あるあるを用意してくれてるんじゃないかなと思います。でもちょっと用意しましたよ。本当ですか。はい、これ、まあ、多分共感してくれると思うんです。はい、これはね、はい、こちらです。現場で漫画やアニメを見れない。現場で漫画やアニメ、これね、そのどういう意味かっていうバスベリーだと思う。漫画いいよいいよ、まあ、説明説明。そうそう、まあ現場入って稽古中に、はい、まあ、好きな漫画とかアニメ読むじゃないですか、はい、ただね、それ読んでると、うん、あ、これ次やるんって絶対になるんですよ。ああ、なるほどね。次のやつ。分かる、そう、分かる分かる。いやいや、好きで読んでみてるのに、うん、毎回言われる。まあ確かに、もうみんなアンテナ張ってるからね。そう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 。めちゃくちゃ分かる。もちろん仲いいですけど、はい、そういうところに関しては結構ピリついてますから。そう、まあね、確かにライバルですよね。そうそう、探り合いみたいな。確かにそれは分かる。ああ、でもめちゃくちゃあるよね。そうなの。よくその観点持ってきました。いや、持ってきたよ。よく、そしてあんな空気を流す。すごい。でもいいですね。ちょっとヤバいんちゃうと思ったけど、うまくとさせてるから。いや、よかった、素晴らしいフォローの方。いや、違う、これの感謝が本当に分かる。いや、分かる。いや、次は良き良きですか。はい、じゃあ次いっちゃう。どうぞ。結構サクサクいくんですね、これって。だってね、1個ぐらい持ってんねんよ。あ、まあまあまあ、そうね。これもね、そうだよねだよ、これ。あ、これあるってなんで。いや、でもね、ちょっともしかしたら共感しないかも。もしかしたら、はいはい、なるほど。はい、こちら、衣装付け同士ノーメイク恥ずかしい。あー、それは分かるわ。あー、分かりますね。それは分かる。あの、ビッグと衣装付けて投資するんですけど、本番さながらのね、うん、そう、すっぴんきついっすよね、結構ね。まあさ、ヘアメイクなり衣装なり通常とはもうはるかに違うから、うん、髪色だったりね。そうそうそう、衣装はさ、動きがあるから絶対つけなきゃいけないけど、メイクはまあなくても別にいけるからね、うんうんうん、だからメイクないこと多いけど、悲惨だよね。そうなの。きらびやかな衣装ほどやっぱ顔が地味になっちゃうから、ね、そう、メイクありきってやっぱ思いますよね。どんだけメイクがありがたいのかっていうのを、ね、いやいや、ほんとに。でも一回それに関して鳥越さんに怒られたこともあって、いや、ほんまに。てか僕普段稽古しかない時は、まあ、ヒゲもあんま剃らない、生やしてるんだけど、うん、衣装好きの時もヒゲは別に剃らずに衣装だけねやってて、うん、意外に集中できなくなっちゃうから。なんで？その顔見てやる時に、うん、あまりにも顔がブスだからこいつのマジで気抜いた青ひげの真面目に壊れたお前は仕方ってるやん。でもこっちはさ、完全フル装備で、そこだけ違うから、まあ、ひげだけは剃れって言われて、それ以降ひげだけは剃る。あ、偉い。あ、なるほどね。しかも特にね、色物の髪の毛の人は特に激しい。あ、意外に黒髪ビッグの人は意外に見える、ね、はい、うん、ただ色が違う人はもう難しいよ。わかります。あれ、まぬけな面になりますね。そうね、確かに。これはわかる。僕もわかります。わかる。わかる。あ、よかった。めっちゃわかる。メイクないと本当にいけないとっちゃだめ。お前らはええよ。まあ、そのイケメンとして売ってるからあれやけど、俺は紛れてる人間やから、イケメン。紛れてるんですか？紛れてる。まだバレてないと思いながらちょっと紛れてる。で、まあ、やるやん。それをつけて、こう、自分の顔に毎回驚くねん。おいおいおい、どうした？いや、俺も驚きますよ。おやかましい！でもさ、そのなんかさ、イケメンで一応さ、我々ブランしてもらってて、じゃあカレンダーで写真集とかみんな出すけどさ、自覚があるわけじゃないですか、うん、どういう気持ちでそのカレンダーとか出されるの？いや、別にカレンダーは作品ですから、紙とか衣装でごまかせるから、あの自分が好きなかっこいい雰囲気とか、 あとカメラマンさんいろいろ上手い人作品としてってこと？そうそうそう。でもカレンダーとかも結構こうなんかおすまし顔のやつとかで何度かたまにはすまさせる。毎回返事をやってるわけじゃないから、ちゃんと俺のことをかっこいいと思ってくれたりする人もいるから、そういう人に対してちゃんとやらんとあかんかなと思い始めて、最近ちゃんとしたやつをこうやろうとしてる。だから30入ってから徐々にちゃんとイケメン、ほんまにイケメン寄りにしたいなって思い始めた。俺パーツはめっちゃええ、息継ぎが止まらん。パーツだよ、パーツは全部いいねんけど、合わさったらぐちゃってなるから。もったいない、もったいない言うなよ。でもいいよ。いや、でもあるある、そうそうそう、わかる。よし、じゃあね、まだ、まだいっぱいありますよ。いっぱいいっぱいある。いっちゃうよ、次次。これまああるんじゃないかな。俺ね、よくアニメ人さんに、はいはいはい、
マネージャーさんと行くんですね。まあ、最近何が流行ってるのか。確かに、ね、調査しに行く時があるんだよ。並びとかで分かるもんね。そうそうそう、どんだけ前に出てるかとかさ。そう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 、確かに分かる分かる。まあ、そういうね、グッズとか販売してるお店行く人なら分かると思う。アニメイトに行った時に自分のキャラの残りを数えがち。ああ、売れ残りね。切実。まあ、気にしてまうやろな。ね、うん、めっちゃ売れてたら、おおっしゃーってなるし、うん、ちょっとあったら、買って帰りますもん。本人で。そうそうそう。ちょっとでもやっぱ売れてるように。そうそうそう。ね、でもこれあれ、すごいね。ファンあるあるもまだ。ああ、そうね。確かに確かに。ファンの皆さん。グッズをね、とかありますもんね。すごいわ。なんか観点全部面白い。今まで。あれだ、ちょっと中間的な部分ですよね。そうそうそう。いや、嬉しい。で、ガチャガチャとかも、出てる作品のガチャガチャとか、自分いるかなって探すよね。あ、自分がやってた原作のキャラが、うん、そう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 、確かにそれ、ね、あとなんかキャラクターの中でもさ、アニメでそもそも人気あるないがちょっとあるじゃん、うん、だからコラボされがちなやつとかさ、あ、なるほど、人気もでやっぱ大手とコラボしてるイメージある。あ、そうね、でコラボしてるなと思ったら、お前何とコラボしてるみたいな時たまにあるけど。あ、自分のキャラが、自分のキャラじゃない時もある。ああ、なるほど、人のキャラでも、うん、なんかいいね。でケイスケ今ちゃんと大人になっていろんなストッパーをこう調節しながらいろんなこと話してるけど、僕は勝手に感心しましたよ。成長したなと思って。そうそう、あるでいいですね。全然、うん、あるある、すごいね。ではね、まだある。じゃあこれどうだよ、行くぜ。どうしたどうしたどうした。ででん、眉毛ブリーチしがち、眉毛ブリーチしがち、眉毛ブリーチしがち。急になんか、急になんかシンプル、急に下がる。お気づきの方はいると思いますけど、うん、もうここらで本命が終わりました。もう予備だ。あとは今までの余韻で行こうとしてね。そうそう、なんかね、俺よくここにコットンつけてる人とかよく見るの。あー、いるね。そうそうそう、確かにあれ抜いてるもんね。抜いてますよね。そうだから応援期間長いからもうやっちゃった方が早いっていう。え、でもそれ戻ってくるの？ブリーチしちゃったらさ、ちょっとそれになんじゃない？いや、でも帰ってくるとか迷った。毛穴の奥の予備軍まで染まることはないんだ。あ、そうなの。俺やったことないからさ。え、ある？ブリーチとか。どんくらいで戻って、公演終わって直後戻ってこないでしょ。まあ、そのために、うん、あの前のね、書くやつとかとかティントとか。だから、もうこれ主流じゃないんじゃない？みんな書いてんじゃない？まあそうか。まあいいよ、別に。あれ？予備だって。まあまあまあ。でもだから、あれじゃん、作品でやることの方が多いじゃん。普通の人はあんまり。まあ、確かに。ね、そうね、配当が多いですからね、役自体は。まだ、あ、今、まあまあ、一応頑張って拾ってみましょう。拾ってみましょう。拾ってみましょう。はい、こちらです。ネットの癖つきがちです。完全な。こっちのネットね。あ、あのウィッグのね、ネットかぶるじゃないですか。あとね、でもここのインだったら絶対枠目こっちだったのにこっちになってるやんみたいなね。まあ、ね、何時間ぐらいからね、カツラつけてあるから、そうやね。別に見ても見えないんじゃなくてね。うんうん、そうだよね。以上でーす。読みまで読めて素晴らしい。素晴らしい観点からね。で、英尺やろうな。でも意外となかったっすね。はい、はい、前に出てます。